シエンクワーン王国は、現在のラオスベトナム国境にあった、半独立の王国。首都はシエンクワーン。シエンクワーンは、おおよそ現在のラオスシエンクワーン県、及びベトナムゲアン省にまたがる地域であり、長年にわたって、ラーンサン王朝の支配下にあった。1787年、ベトナムに西山朝が成立すると、西山朝の大祖、現文江は、 ラオス方面に勢力を置くことを画策した。同年、玄文家は、当時、下安にいた、海サーンに兵を率いて、シエンクワーンに侵入させ、同地の領主に、西山朝への入港を要求した。これに対し、ラーンサーン王朝の末裔である、ビエンチャン王国国王の南太西ンポンマラオはすぐに、シエンクワーンへ派兵し、海サーンの軍勢を制圧した。しかし、 翌百7 8 8年には3000の兵を従えた海佐案が再び侵入し、結局南タセンポンマラオはシエンクアーンの領主に対して西山朝への入港を認めた。これにより、シエンクワンはビエンチャン王国領でありながらベトナム王朝の勢力下に置かれるという反独立した非常に不安定な地域となった。その後、 ビエンチャン王国滅亡によりシエンクワーンはシャムの領地となったが1893年にフランスがキュールアンパバーン王国の総主権をシャムから獲得すると1899年にシエンクワーンはトンキンとルアンパバーンに分けられる形でインドシナ連邦に組み込まれた。ありがとうございます。